のショー、ゆかちゃんでーす。始まりました、ゆかちゃんでーす。今日は何なんですかね、はい、今日ちょっとこちらに呼ばれまして、はいはい、まさにその、どうしようどうしよう、なんですけど、はい、ゆかちゃんと付き合ってもう15年くらいじゃないですか、うん、そうですね。で、ずっと、あ、そうそうそう、まさにそれね、17年前やばいでしょ、これ、その頃から知ってますよね。で、最近どうしようどうしようって言わないなって思って。あ、普段、普段普段、だから言ってないか。昔は言ってたんですよ、この17年前は。もう、から何も考えてないからね。ずっと、いつも何か聞くと、どうしようどうしようって言ってたんでそんな言ってたの。その挨拶になったんですけど、はいはい、でも最近ここね、 YouTube 始めてから言わなくなったんですよね。なんだろうね、無意識にさ、言わなくしてんのかな、よくわかんないけど。いや、そうなんですよ。で、新しいオープニングの挨拶を考えてみようじゃないかっていう、いや、いいと思う。いいですか。いや、なんか私もずっと違和感があって、そもそも、もう40手前の女が、どうしようどうしようゆかちゃんですって、もうなんかちょっと嫌だなって思ってた。嫌だなっていうか、なんだろう、ちょっと変えたいな、変えたいなって思ってましたね。あ、本当？いや、それだったらもうね、こっちとそっちが合うんであれば。合う、ガッチ。確かに。いいですか、じゃあ。変えましょう、変えましょう。じゃあね。もうちょっとクレームがないやつがいいね。ゆかちゃんに、はい、じゃあ3つ。はい。3つ考えてもらいます。はい。その挨拶、新しい挨拶ね、で、何分あればできそうですか。何分、今、30分ぐらい。本当わかんない、ちょっと降りてくれば。じゃあまあいいですよ、僕1階で掃除してますんで、はい、はいはいはい、ゆかちゃん30分から1時間くらいゆっくり考えてください。わかりました。で、できたら呼んでください。わかりました。で、その3つをご披露いただいて、はい、で、今回、まあ今もうね、500人くらい登録者の方いるじゃないですか、はい、そうですね、で、まあそういう方たちにコメントで、その3つのうち何が良かったかと、はいはい、で、コメントしてもらって、まあ動画をリリースして、まあ2週間くらい、日付は書いとくんで、はいはい、タイトルに何日までにコメントくださいと、はい、で、それで一番多かった、挨拶がニュー挨拶になる、はいはい、なるほど。どうですか。いいですね、うん、ちょっと待って、ね、でも今決めないといけないんだよね、そう、出るかな、いけるでしょ、出るかな、降りてくるかな、結構降りてこないからな、最近。本当？最近ちょっと鈍いんだよね、下ろしちゃおう、でも下ろしちゃおうか、見て、17年前の自分見て、見てよ、シワなんか一つもないんだから、もう変わっ、でもあんま変わってないよね、あ、ね、あんま変わってない変わってるかな、やっぱ変わったよ、そうだ、まだ真っ白、何にも考えてないんだからということで、俺掃除してるんで、わかります。30分くらい考えてください。3つ、了解です。はいはい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。3つできた。3つできた。おお、すごい。このね、うん、空を見てたらさ、降ってきたよ。ああいやいや、ちょっとね、やっぱね、大人っぽくいこうかなと思ったの。でもそんな人ってさ、急にキャラ変できないからさ。確かに。結局は、やっぱ同じようなテンションで、そんな感じなんだけどさ、ちょっと発表しようかな、じゃあ。じゃあいいですか。いきますよ。はい。A やん、いきます。じゃあ、A やん、3、2、1。チャンスは突然やってくる。どうも、ゆかチャンネルのお時間です。これが A 案です。まずこれが A 案ですね、
はい、チャンスはね、うん、突然やってくるじゃないですか、はい、そのままですけど、なるほど、ちょっと、まあ、ニュース風じゃないですけど、うん、まあまあいい言葉ではありますよね、はい、はい、じゃあ B 案いきますか、はい、じゃあ B 案いきます、3、2、東西南北ワールドワイルドで今日も発信、ゆかチャンネルご機嫌いかが、これが B 案です、はい、これが B 案ですねじゃあ C 案いきます、はい、大丈夫ですか、はい大丈夫ですよ、はい、心打ち砕かれてないですよ、大丈夫です、はい、いきますよ、 C 案いきます、はい、3、2、ねえ牛とらうイノシシ生まれ、いつでもちょっとつ猛進、ゆかチャンネル以上です、はい、なるほど、長いね、全部ね、うん、でちょっとさ、うん、なんていうの、よくほら芸人さんが入る時の振りみたいなんじゃ、うん、なるほどなるほど、そういう感じになっちゃったよね、イメージがね、入り口出口田口ですみたいなさ、なるほどね入り口出口田口です分かりました、でも視聴者さんはどう思うか分からないんで、はい、この3つで、はい、とりあえずこの3つで、はい、どれがいいのか、うん、選んで、はい、コメントに、はい、ぜひ書いてください。ぜひお願いします。はい、数字だけでもいいですし、A だけとかね。うん、あとは感想、うんうん、面白かったとか、マジつまんねえとか、もうこれに関しては本当に受け止めましょうよ。受け止めます。うん、でこの30分でね、はい、約30分の間でゆかちゃんの能力が試されたわけですから、そういう意味じゃ、ね、なんで、まあ、ちょっとコメントをね、皆さんに書いてもらって、滑ってるかな、ん滑ってるかな、それも気になるよねなんで、ぜひ、まあ、フレームアウトしてる、フレームアウトしてるうん、本当に、でも滑る、滑らないの話じゃないもんね、なんか、じゃあちょっと解説させてください、うん、はい、言い訳じゃないの、言い訳じゃない、はい、まず A、チャンスは突然やってくるっていうのは、うん、こういうよくノブさんが言う座右の銘なんですけど、うん、やっぱりチャンスっていうのは、うん、自分が望んでる時には絶対来ないと、うん、本当に何でもない時というか、うん、本当フラットな状態でいる時だっけ、うん、なんかそういう時に来るっていうことで、うん、まあ突然やってくるから、まあ、やってきた時にはいつでもゆかチャンネル、うん、どっしりとがっしりと構えてそのチャンス逃さないとっていう気持ちのスタート、はいはい、で B、東西南北ワールドワイドっていうのはやっぱ YouTube ですから、はい、もうこれいろんな国の人にも見てもらえる、ああなるほどね、はい、今日も発信しますよって、はい、高い目標を持っていろんな人に見てもらえる、うん、で、まあ、ネイウストラウイノシシ生まれっていうか、うん、まあ、イノシシ生まれなんで、うん、ちょっとつ猛進で、うん、行きませっていうような、うん、アキンド精神みたいな、なるほどね、じゃあ最後にもう一回ずつやろうか、はい、うん、じゃあA からいきます、はい、いきます、はい、3、2、1、チャンスも突然やってくる、どうもゆかチャンネルのお時間です、はい、じゃあ次、はい、B、はい、3、2、1、東西南北ワールドワイドで今日も発信、ゆかチャンネルご機嫌いかが、はいC、 いきます、3、2、1、ねえ牛とらうイノシシ生まれ、いつでもちょっとつ猛進、ゆかチャンネル以上です、わかりました、じゃあこれをアップロード終了後、2週間、タイトルに日にち書いとくんで、その日までにコメントをいただいて、まあ、A が良かった、B が良かった、C が良かった、もう A、B、C だけでもいいですし、まあ、A 何が良かったとか、まあ、何でもいいです、コメントはいただけると嬉しいんで ね、はい、ね、で、それの多かったので、挨拶が、はい、決まるとはい、いうことなんで、新挨拶がオープニングのということで、ぜひコメントよろしくお願いします、はい、では倍ならこれ大丈夫かな、滑ってない、本当。